はいどうもこんにちは、ホステルと申します。今回はスプラトゥーン2、今日もサーモンランド遊んでいこうかな。で、編成がホットブラスターデュアル3バックアットホッパーハイドランドで、編成で言うと俺の連動が低いだけかもしれないけれども、正直あんまり強くないよね。特にホットブラスターとハイドランドがちょっとあんまり強くないんじゃないかなって思う。特にハイドランド、あのね、瞬間火力は高いんだけど、それに見合ったチャージ時間じゃないっていうようなイメージ。チャージ時間がとにかく長すぎる。だから使いこなすのがかなり難しい武器だよね。特にガチ場とかだったらスペシャルもスーパージャンプとかだよね。なので相当レントが高い武器じゃないかなと思う。まあガチ場だったらほとんど持ってくるのはハイドラントカスタムの方なんだけどね。ではまずホットブラスターからやっていこう。射程の長いブラスター、長めのブラスターなんだけれども、いかんせん、どうしてもね、機動力がちょっと乏しいかな。あんまり出張しちゃうと帰ってこれねえイメージなんだけど、まあ、雑魚処理に集中しつつ、まあ、周りのサポートしながらっていう感じかな。雑魚はお任せあれっていう感じだからね、サーモンランでは。特にブラスター。あとそれとヘビーね。こう、なるべくね、出張したくないけど、どうしてもね、騎士から攻撃してくるから出張せざるを得ないんだよね。当たんなかったわ。ブラスターで直撃狙うのって難しいよね。もともとブラスターはあんまり使わないんだけど、本当に難しい武器だと思う。直撃うまく当てれる人って相当うまいと思う。うまいっていうよりも羨ましい。最近ね、ブラスターって言ったら、クラッシュブラスターネオがガチガチすげえんじゃねえかなと思って、個人的に思ってて、縄張りバトルとかで練習しながらやってるんだけど、これがまたね、直撃当てるのが本当に難しいわけよ。これ連度高えなと思ってね、マックスまでしっかりチャージしたハイドランドの射線に入るようなことはなるべくあんまりしたくなかったね。今のマックスだためまで引けたハイドランドは本当に火力高えから。ただこのサーモンライン忙しくてマックスまで貯めるような余裕がなかったりしますね。まあ、ゲージ7、8割ぐらいまで食べることができればある程度の火力は出せるから、まあそれで運用していくってもありなんだけど、残り10秒、ハイプレやめとこう。パワーにハイプレ打とうかと思ったけど、まあこのフェーズはいけるでしょう。ただね、このマップ通常調理だったらあんまりハイパープレスはうまく扱えないんだよね、これ。というよりも味方さんでハイプレ持ってる人っていうか撃ってる人がいたら積極的に足元で打ってあげたりとかサポートしてあげたいところだよね。サポート意識があるかどうかでだいぶハイプレの成功率変わってくる。ハイプレ使ってる途中で落ちたりとかするからね。爆弾は寄せたいところだけど、初動に限りとっとと倒しよう。大物があまり寝てないときね。あいつは寄せたい、鉄板。ただ味方が倒しに行ってるんだったら別にそこまで寄せを意識する必要ないかなと思う、個人的に。まあ素人考えだけど。倒したい。パワーと一緒に出てきたら鬱陶しいわ。なんかさ、これ雨降らしってさ、雨降らしの流れてくる方向に向かってさ逃げたりとかしない？結構癖だよ。それで結局殺されるみたいな。まずいね、これハイプレ使いたい。ただ攻撃やんだ時を見計らってハイプレ行きたいが味方が言ってくれてる。はい、俺しも。あ、けどあっちにも出てるな。あっちは敵インクであんまり出てないから普通に接近できるのかな。あ、行ってくれてる、ありがとう。マニューバー誰だあれ、クワッドホッパー、それともデュアルスイーパー、どっちだよくわかんない。いや、マジでハイドランドの機動力がね、これきついよね。扱えねえわ俺、この武器マジでむずい。機動力もないし、あ、これノルマ不足かな。あそこの3つ納品できればお願い。納品して、納品、納品優先。あの1個納品できればなと思ったけど、少しやっぱり操作が忙しくて残り時間とノルマ
が見れてなかったのかもしれないね。まあ偉そうなこと言ってるけど、この Web2 の先輩は間違いなく俺なんだけど。本当に申し訳ない。すまない。ハイドラ難しいわ、これ。チャージャーと似たような使い方した方がいいのかな？高台登ってじっくり食べて。マジで難しいよね。今みたいにブラスターとハイドラントの二つに当たった日には、貢献できないこと間違いなしだからね。それならまだハイパープレッサーの方が良かったかなって感じかな。まあ、気を取り直して、クワッドホッパーとデュアルスイーパーが当たるまでやろっかな。ちょっとバイト探し時間かかってるね、これ。落ちる可能性が？あ、パソコンの方の Wi-Fi 落ちてるわ。ノートパソコンで収録してるんだけど、いかんせん自宅のネット環境があんまり良くなくてね。申し訳ない。本当は FPS とか TPS 向けの環境ではないんだけれども、今はね、ご勘弁いただきたいね。金がないんで。ネットの有線の工事とかもしたいんだけどね。やっぱり FPS、TPS って言ったら、今のトレンドだよね。主流のジャンルで、結構大会とかでも高額賞金用意されてたりとかするからね。まあ俺には夢のまた 夢なんだけど、今からゲームで上を目指そうと思っても無理な年齢なんで、あとはなんとかね、めちゃくちゃめちゃくちゃ喋りながらやる、配信していくような、そういうやり方でしか生き残ってはいけないといったところか。だから今 e スポーツとかでかなりゲームの地位が上がってるけど、今の時代の中学生高校生の子たちとか本当に羨ましい。俺もこの時代に若い時期過ごしたかったわ。あ、死ぬ。アップで助かった。9時に一生捨てちゃう。多分90ダメージ以上受けてたな今のは。間違いねえわ。まあ、99.9 ダメージ以上、99.9 ダメージぐらい受けてたな今のは。まああとはソニックブームを一発ガードしただけで削られるチームだったのが、やばいってこれ。クワッドホッパーは結構貢献しないとまずい部類なんだけど、貢献できてねえわ。あのね、いかんせんやっぱりね、クワッドホッパースライドの突きがすげえ大きい。いつの間にか味方全員落ちてる。これノルマ不足な気候だな。あの爆弾なんとかしないと。これジャンプ吐くか。次構えた時にジャンプ吐こう。おっと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 、対岸に行っちゃった。この人一体やらせて、あ、また3人死んでる。ただ近くに、いやこれ3回目のジャンプ吐くかじゃない、厳しい。もう速攻で使っちゃったけど、これは仕方ないよね。やっぱりサーモンラインやってるとスペシャル意識がそこまで高くない人が多いから、自分が積極的に序盤からスペシャル使っていくっていうようなぐらいでやるのがちょうどいいと思う。 Web3 までスペシャル温存するっていう人が結構いるんだよね。それかスペシャル一切使わずに Web3 終了、要はクリア後にこのコンテナの場所に立ってイカ潜伏連発しながらハイプレイある人とかたまにいるよね。こういうのとか本当に多いから、まあ、ハイパープレッサーが使いにくいっていうのもあるんだけどね。立ち位置とか本当にうまく考えないとすぐに死んじゃうからハイプレ。だからまあ難しいは難しい。本当にサーモンなんで落ちずにしっかりと使える人は本当にやり込んでると思う。敵がどのルートを通ってくるとかそういうことも把握しながら、やばい死ぬ。タワーに追いかけられながらヘビにも追いかけられるっていうのがきついわ。タワーじゃねえ、なんだ今の、カタパッドか、カタパッドの爆弾に追いかけられながらヘビから逃げるっていうのは結構きつい。あー、ここで倒したい。よし、いいですね。当てるの難しいんだわ、ブラスターの直撃爆弾に対して。あとそれとさ、ジェットパック当てるのもすげえ難しくね、爆弾に。ちょっと上の方を狙うのがコツなんだけど、マジで当たんね。ノルマいってる。これちょっと生存優先の方がいいかもしれないな。押され気味、若干。
あまり納品意識すると、ここで終わっちゃう。あの人一回出さないで。なるべく雨降らしは食らってない。やばいね、俺死んでる。大丈夫だった、いいか。99.9 ダメージ。なんとかクリアしたね。新章といったところか。ウェブ3行きましょうか。これ、デュアルスイーパー持ってたし、これで一通りの武器持ったことになるでしょう。そしたら、ハイドラントね。お疲れでした。そしたら、ここ、クリアの有無に限らずもう一回やろうかな。デュアルスイーパー多分動画で持たせてもらってないよね。多分今回のフェーズの 中だったら、主役候補だよね、デュアルスイーパーは。あっちか。出張するしかないな。ブラスターの人が来てくれればいいんだけど、できれば。ここはちょっと多めに食べたい。届くか？届いてる。うわ、爆弾邪魔。よし、倒すな、なんとか。帰ろう、帰ろう、帰ろう。味方を待って帰ってく。こっちはハイドランドだから、なるべくね、出張した時は、あまり、この金イクラを持って帰るのを意識しない方がいい。金イクラに固執するとマジで浮き輪になる。浮き輪化現象になるわ。なるべくコンテナの近くで倒した時だけ納品していくような形でいいかな。ハイドランドは強引に金イクラに近づいたら本当に落ちる。サーモンランでもガチバとかでもそうなんだけど、落ちないのが一番大事だからね。あ、今の射限邪魔されたわ。今のスプラッシュボン、ここなら届くでしょ。しっかり食べて狙っていく。パワー落とせば結構楽になるからね。ただちょっと、ボムピッチャー持ってる人入ってほしいかな。これボムピッチャー入ってほしい。頼む、ボムピッチャーボムピッチャー。あれ多分まだ使ってないよね、ボムピッチャー。これ見てないんだけど、やばいかも。納品してお願い。ダメか。やっぱり今回の編成クリア率が低いわ。プライベートのプレイで一応ね1200ポイントまでやったんだけど、カプセルがたくさんもらえるポイントのところまでね。やっぱりテキサスペシャル切っていかないと今回の編成は厳しいものがあるかもしれない。あとそれと余談なんだけど、通常イクラの納品数が8割ぐらい俺一番トップになるんだよね、毎回。だから雑魚処理の意識がもしかしたら低いっていうのもあるのかもしれない、全体的にね。あとスペシャル切らないっていうのと、そこがサーモン中級者と上級者の壁かな。まあ初級者と中級者の壁かもしんねえけどな。俺自分が上級者とは一切思ってねえし。ハイドランと思ったらめっちゃ足引っ張るし。あとそれとダイナモローラーね。俺にダイナモとハイドランとを持たせたらマジで足引っ張るから。足引っ張り実況者と言えよ。こんなさ、失敗してる場面ばっかりいいのかっていう話なんだけど、まあ今回のこのサーモンラン、危険性の難易度の高さをぜひ知っていただこうという感じかな。本当にむずいです。やっぱり重い武器が多いよね、マニューバー以外に。クラスターとあとそれとスピナ。むしろハイドラントとクラスターは守っていかないといけないかもしれない。サーモンランみたいな敵が雨あられと押し寄せるようなルールだと結構マッチしてないのかもしれない。性がガチマッチだったらハイドラントとかは本当に固定放題みたいな感じで立ち回られたらそれだけで圧かかってきて近寄りがたい部分があるんだけど、あ、落ちてる落ちてる。2人落ち、1人落ちか。あ、俺も死んだ。味方を復活させようとしたら死んでしまった。これもあるあるだね。申し訳ない。本当はこの編成だったらやべ死ぬ。これこの編成だったらマニューバーは死にたくない。マニューバーは何としても生き残らないといけない編成だわ。けどね、あ、対岸のヘビ肩パッド、あ、すまない、俺行かないといけないやつだわこれ。
マニューバーの2人どっちかが行かないといけないやつだ。すいませんでした。これ俺のせいだわ、苦戦したの多分。本来なら俺が対岸に行って肩パッドに爆弾入れてでタワーも処理してってしないといけなかったと思う。あ、ハイドランド持った時に感情はありがたいね。固定放題的な立ち回りできるから四方八方から押し寄せないからね。出てくるのが必ずこの正面からだけだからガチバチと同じような感覚で立ち回れる。向こうから来る敵だけを意識してればいいだけだから。あ、届くかな。届いてる。これ味方さんが処理してくれた、ありがたい。俺はこのヘビを持ってくる。やばいやばいやばい、タワーか。なるべく他の大物が弱いときはコンテナ付近まで寄せたいよね、ヘビは。で当然鉄板も寄せたいし、で爆弾も寄せたい。そうすることによって納品数40オーバーを狙っていく。まあ、ノラだったら40納品できればかなりいいと思うんだけど、どうだろう。さあいますね、タワー。あそこにいるの誰だ、ブラスターか。ブラスターじゃないな、ハイプラ入ってる。あたす、ハイプラ守らないと。敵来てる？来てないね、大丈夫。ハイプラ使ってる人を守れるかどうかの意識があるだけで成功率が全然違ってくる。誘導なスペシャルだからね。いやー、俺ボンピッチャーか。ジェッパかハイプレならここで打つところなんだけど、ただ残り9秒、ノルマも達成してる。ここで耐えきれば OK、 味方も落ちないし大丈夫でしょ。あとは通常いくらを稼いでウェブ終了ね。ウェブ3まで行けばとりあえずバイトのポイントは下がらないから、ここまで来るのが第一目標だね。やっとデュアル来た。そして満潮、満潮の対岸がやっぱり勝利がネックなんだよね。これデュアルスイーパーだから積極的に行かないと。あ、あれだ、なんだっけ、金鮭。これもなんか開け方あるんだよね。まずは対岸の2つを開けて、それでその後にどこを開けるかっていうのを考えていくっていう感じだよね。おっと、危ねえ、開けそうになったわ。あんまりたくさん開けすぎると通常車系でもいつも勝っても行かなくなるから、まあボンピッチャーがあるから打開はなんとかできるんだけど、ボンピッチャー使ってる間に完結戦開ける可能性があるんだよね、勢い余って。それ気をつけないといけないわ。対岸開けに行ってくれる人がいるのはありがたいね。ただやっぱりね、金鮭は同金不足になりやすいよね。苦手だわ、得意な人いねえと思うけど。ここだな、あ、開けてくれた、ありがとう。うん、結構雑魚鮭来てるな。あ、早く倒した、ありがたい。これはいいですね。これは全部の金いくら、幅広いに持ってからずに同金ができそうだわ。いいですね。火力を集中してとっとと金鮭を溶かすのが一番のルートだね。これノルマ、あ、行きそうだね、行ってる。ノルマさえ行って残り時間が短ければ別に遠くに固執する必要ないんだよね。別に近く開けちゃってもいい。あ、出ちゃった。ここはどうしよう、ボブラッシュこいつ投げて、残り時間も短いし少しでも通常いくら稼ぎましょう。いいですね、まあ、ギリギリだったけど、なんとか最後にクリアできてよかった。今回の編成がマジで厳しいからね。まあ最後はベデタシ、ベデタシといったところか。この3本目は味方も強くなかった、ありがたいですね。とまあこんな感じで午前9時スタートのサーモンランがあって、収録の都合もついた時はサーモンランの動画を積極的に撮っていこうかなっていう感じかな。
つっても自分もそこまでね、解説できるほどやり込んでるわけじゃないけどね、まだ1720回しかやってない。よし、なんとか全部の武器を1回ずつ回せたんで、今回これで終了にします。ご視聴いただきましてありがとうございました。ではまた次回、さよなら。